近代ユニバーシティ。皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内太一です。今日は近畿大学の理工学部理学科数学コースの教育研究内容につきまして鈴木隆夫先生にお話をお伺いします。先生どうぞよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。先生、数学を勉強する学科コースということで、はい、高校生の皆さん当然高校で数学は一生懸命勉強してるんですが、この大学に入ってから勉強する数学っていうのは高校とどう違うんでしょう？あのですね、大学の数学って高校の数学と全然別物だっていう方も結構いるんですが、僕自身の感覚だとどちらかというと続きみたいな感じなんですね、はい、だから中学の数学の続きに高校の数学がありますよね。でそれと同じで、はい、その高校の数学をより広くでより深く、うん、広げたものが大学の数学かなっていう感じです。で、せっかくだから一つだけちょっと具体的な例を挙げますと、はい、中学校の2年生じゃない、3年生かなの最後に二次方程式って多分皆さん習いますよね、はい、で二次方程式を勉強するときに解の公式っていうのを勉強すると思うんですよ、はい、でその後多分高校に入ってその三次方程式とか四次方程式とかのうち多分因数分解で簡単に解けるものだけは勉強するんだけど解の公式みたいなことって多分やらないんですね、うん、はい。実際その3次方程式とか4次方程式の解の公式っていうのはルート混合を使って書けるんですけどすっごい長いんですよ、式が。で教科書に収めるのも大変なんですね、うん、でただそれはまあ一応混合を使って書けるんだけど本当に多分面白いのは5次方程式から先 で、はい、で5次方程式の解の公式とかを書こうとするとそのなんて言うんだろう、積分とか要は高校生では絶対に学ばないような知識を使わないと公式書けなかったりするんですね。だからその高校生でもパッと思いつくような方程式とかでもちゃんと解を書こうと思うともっと難しい数学が必要になるんだとかそういう感じでどん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 数学の世界って広がっていくわけです、はい、そういったことをいろいろ勉強するっていうのが、まず一つですね、大学で勉強できることといえば、はい、その高校までの数学って言いますと正直なところ要は受験で正解がある世界ですよね。そうですね、はい、みんなそこめがけて頑張ってるんですが大学に入ったら、ね、正解があるわけじゃなくて何か自分で新しい数学のフロンティアを切り開いていくようなイメージなんですけど、まあ、数学者の仕事となるのも完全にそうですねだと思います。はい、今までに分からなかったその公式の証明であったりとか新しい公式を見つけたりとかそういうことももちろん、まあ、それは多分大学院生とかそういうレベルにはなると思うんですが、そうしますと、はい、学部生の4年間っていうのはその先生方が研究なさったことを習うっていう段階と考えた方がいいんでしょうか？まあ、習うっていうこともありますし、ただそれだけではなくて、なんて言うんだろう、ちょっとうまく言えないんですが、多分数学を通じて身につく二次的な能力っていうのはたくさんあるんですね。例えば論理的にものを考える能力であるとか、あと、総合的判断力っていうのかな、いろいろな情報をもとに、今ってほら世の中に情報ってたくさんもう、溢れ返ってるじゃないですか、はい、だからその一つ一つが正しいかどうかを自分で判断する能力であるとか、あと問題を解決する能力であるとか、で多分そういう能力を身につけるためには答えを知った上でその答えを勉強するっていうんじゃなくて、例えばその答えがわからないと、問題が出されたけど答えがわからないと、で答えがわからないんだけど、で実際先生は答えを仮に持ってたとしても学生自身がその答えを自分で見つけて正しいかどうかを判断するっていうトレーニングを積むってことは多分すごく大事なことだと思うんですね。で、その上で、例えば新しい数学の公式をもっと見つけたいとかなったら、大学院に進学してもらったりとか、多分そういう話になるんだと思います。結構、大学院まで進学して勉強される方も多いんでしょうか？そうですね。はい。それなりにはいります。毎年。一般的な理工系の学科ですと、こう4年生の時は研究室に入って何かものを作ってるというようなイメージがあるんですが、数学の学科やコースの場合の4年生ってどんなことなさってるんですか？例えば一つの本をテーマにして臨読みたいな形でセミナーをするんですね。でその上でですね、例えば何か本を読んでて、あれここをもうちょっとこういう本にはこんなことを書いてるけどここの条件をちょっと変えたら新しい問題が作れるんじゃないかとか、例えばそういうことを、まあ、もちろんこちらからもヒントを出しますし、で、 できるだけその書いてあることを勉強するだけじゃなくて、たとえその常に誰かがやってる問題とかであっても、それをもう一回自分自身の方法で新しく証明したりとかっていうのは、それもすごく立派な、研究になるんだと思います。
なるほど。他の大学の理工学部を取材に行ったときに、ええ、数学科だけ学生の研究室がなくて結構びっくりしたんですけれども、近大はどうなんでしょう、そのあたり。あります。あるんですね、ちゃんと。ああ、よかったです。はい、なんか、その学校では、いや、数学は頭の中の世界だから実験とかやらないしって言われてたんですけど。いや、やっぱりそのコミュニケーションを取り合っていろいろ進めていくっていうのは大事ですね。すごく。ああ、よかった。じゃあ、数学科の研究室がちゃんとある近大に行きましょうということで。ぜひ。はい。あとは、教員になるための勉強っていうのも、できます。数学の教員ですね。はい、中高教員の、資格が取れます、免許が。で、そのためのカリキュラムも充実してます。はい。で、多分、うちの大学の一つの特徴として、3年生の数学高級っていう授業がありまして、はい、でその中ではですね、3年生が実際に1年生の授業に派遣されて、ほう。で、問題演習の手伝いをしたりとか、あと実際に黒板を使って、問題の解説をしたりとかっていう、要は授業体験ができるという。で、それをもって、その、教育実習の準備にしてもらおうという、そういう授業が実は、設定されております。教員になる卒業生の方は大変多いというふうに。そうですね、はい。教員志望の学生が多いです。教員志望の方が多い。まあ、数学の先生になるという。はい。数学の免許って他の学科でも取れるんですか？取れるところもあると思うんですが、正直他の学科から数学の先生ってあんまりいないですよね、きっと。他の学科でも数学の、教員の免許の取れる学科、近畿大学あります。あるのはあるんですが、はい、少ないと思います。まあ、おおむね本当に数学の先生になる気だったらうちに来いと。ですね。はい。あと、やっぱり専門的に数学を勉強した方が、なんて言うんだろう、ちょっとうまく言えないんですけど、立体迷路を空から見る感じってなんか伝わります？まあ、その数学全体像が見える、地図が見えるかのような。そうです、そうです。で、視野が広がるから、多分教えるときには全然違うと思うんですよ。だからやっぱり中学、高校の先生になるからといって、はい、中高の数学だけやってればいいやっていうことには多分ならないんじゃないかなっていう気がします。ぜひ伺いたいことがありまして、はい。いろいろ高校生から聞かれるのが、数学の先生になりたい場合、教育学部に行くか、まあ、例えば理学部数学科に行くのかどっちがいいのって聞かれるんですが、うん、でもやっぱりそうですね、教育学部と理学部数学科とか理学科数学コースの一番の大きな違いっていうのは、数学を多分どれだけ専門的にやるかの違いだと思うんですよね。なるほど。だからあとは、まあ、多分自分がどういう先生を目指したいかっていうことにもよるとは思いますし、多分人によって考え方はそれぞれだと思うんですが、私個人の考え方としてはやっぱり数学を専門的に勉強した人が、できるだけよくなんか数学の先生になってほしいなっていう気持ちはあります。まあ、言うなれば教育学部っていうのは先生になりたいわけですよね。ええ。で、こっちに来る人って数学が好きだと思うんですよ。ええ。で、あとはやっぱり教授が、研究者が、その、まあ、教育なのか数学なのかっていうときに、数学を探求してる先生の良さってすごくあると思うんですよね、やっぱり。ええ。はい。だから、さっきおっしゃったその受験だと、そのもう答えが決まってる問題に向かっていくって感じですよね。で、大学の数学ってそうじゃなくて、答えがないものに対して、もしくは答えがわからないものに対して、その問題を解決するためのアプローチを多分勉強する場所だと思ってるんですよ。はい。そこの違いがやっぱり大きくて、で、先生になる以上は、そういう答えのない世界で、もがくっていうんですか、そういう経験をやっぱり積んでほしいなっていう気持ちがあります。ああ、まあ、なんていうか、研究者としての素質みたいなところが磨かれるっていう部分が、教員になってからも役に立つんですね。だと思っています。はい。おそらく多分それは教員に限らず、生きていく上で多分すごく役に立つ力なんじゃないかなとも思います。はい。もう一点、高校生の段階で数学が好きだったり得意だったりすると、はい、情報関係の学部学科に行くっていう生徒さんもすごく多いんですが、ぜひその、情報学とか情報工学に行きそうな人たちに、いや、数学いいよって引っ張ってくるようなネタありませんか？ちょっとこれ、ちゃんとした答えになってるかどうか自信がないんですが、少なくともですね、はい、私自身も実は民間企業で2年半働いてた経験があるんですね。で、その時はいわゆる IT、システムエンジニアの仕事をしてたんですが、私、大学時代とか大学院の時代って、修士まで出てから一回民間企業に行ったんですよ。で、その後会社辞めてもう一回、博士号を取り直して大学の先生になったんですが、はい。で、その際にパソコンどちらかというとあまり使わない方だったんですよね、就職した時。はい。はい、
だったんですが、やっぱり数学を通じて身につけた能力っていうのがどうも役に立ったみたいで、仕事を覚えるのが全く苦にならなかったんですよ。で、数学の人って先ほど申し上げた通りで、4年になっても基本的にまず新しい知識を自分で身につけて、で、そこから新しい問題はないかっていうことを探すみたいなことを卒業研究でやるんですね。はあ、で、やっぱりそういう能力を一旦身につけておくと、いろんなものに応用が効くんだと思うんですよ。で、実際その、就職、私就職員やってた経験もあるんですが、企業の方と話したときに、そうやってその大学で専門的に勉強した人が欲しいんだと。で、会社で必要なスキルは、その入ってから身につけてもらえればいいからっていうふうにおっしゃってくださる、やっぱり企業の方って多いんですね。はい。だからそういう意味で、やっぱり就職がだからできないから、数学が好きなんだけど数学はなーって二の足を踏んでるような、もし高校生がいたら、むしろぜひなんか数学コースに来て勉強してほしいなって気持ちはあります。まあ、実際にその数学科とか数学コースに行くと、確かに数学の先生にはなるんですが、その一般企業への就職に強いのかっていうところで、皆さんあまり知らないと思うんですよね。実際にですね、確かに教員と、あと教育産業、塾とかそういったところ、うん、あと大学院進学で大体全体の6割ぐらいなんですね、進路が。はい、ただ逆に言えば残りの4割は普通に公務員であったり民間企業に就職しているわけなので、全くないということはもちろんなくて、でしかもその内容は多彩です。はあ、じゃあ就職バッチリということで皆さん心配いらないというふうに。はい。はい、わかりました。鈴木先生、ご自身の研究テーマっていうのはどういう数学の分野なんですか？解析学になりますね、大きく分けると。はい。はい、何を研究してるというふうに？特殊関数と、あと微分差分方程式、方程式を基本的に扱うんですが、はい、微分方程式とかで積分とまあ同じなんです。微分方程式とかその差分方程式とか言われているいわゆる方程式の一つのクラスを扱うんですが、ですね、先ほどもちょっと5次方程式の時にちらっと触れたんですけど、方程式がまずありって、で解けることは分かっていると、うん、ただし解をどうやって書こうかと思った時に、知っている知識で解が書けないと、知っている関数で解が書けないとってなったら、はい、それは方程式の解はあるけど、解が書けないってことは、新しい関数になるわけですよね。はあ。つまり、高校生の時に、例えば三角関数とか指数関数とか対数関数とかいろいろ習うと思うんですけど、そういった関数とはもう全然違う関数。で、先ほど言った、例えば5次方程式の解の公式を書こうとすると、楕円関数っていう、やっぱり別の新しい関数の知識が必要になるんですが、そういった感じで、何か、パッと思いつくような問題でも、それを実際に解いて答えを書こうとすると、新しい数学の知識が必要になるってことはもういろいろあるんですよ、数学の世界では。はい、で、私はそういう新しい微分方程式によって定義される新しい関数を日々見つけるみたいなトレジャーハンティングみたいなことをしてます。数学の世界でそのまだ解けてない謎というのがいっぱいあるわけですね。まあ、未解決問題って有名なやつがいろいろありますからね。そういった分野を、まあ、先生が研究してらして、まあ、入ってきた学生も一緒に勉強ができるということなんですね。まあそうですね、そういう、実際にまだ見つかっていない問題を一生懸命研究という形で取り組んでいる人に、まあ、数学を学ぶことになるわけですよ。確かにその高校までの数学の先生とはちょっと違いますね。まあ、てか大学はそういう人ばっかりが先生ですからね。そうですね、はい、はい、大学の数学で多分そういう人でないと卒業研究とか大学院の指導とかできないと思います。なるほど。まあ、今の話を聞いて、これが面白いと思った人は絶対に向いてる、まあ、学科コースだと思います。ぜひ、はい、ぜひ。先生ご自身が高校生の頃に、自分は数学の研究者になるぞって思ったきっかけは何ですか？それがですね、これ、あまり偉そうなこと言えないんですが、はい、僕自身はですね、まず数学がすごく好きだったんですね。で、数学を卒業しても就職はどうもあるらしいということを高校の時に調べて分かって、はい、でそれだったらもう好きなことをとりあえず勉強しようと思って、で大学に進学したんですね。で大学院の修士課程まで行ったんですけど、その時は何て言うんだろう、自分が研究者になれるっていうのはあまり思ってなかったんですよ、実際。で自分にはその能力と才能がないと思ってて、はい、でとにかく修士出たら一回就職しようと思って、で就職したんですね。まあ、他にもいろいろ理由はあったんですが、で一旦就職したらやっぱりなんか、うん、違うみたいな感じになって、でちょっといろいろ悩んだんですが、もう思い切って会社をやっぱり辞めて、で大学に戻って、はい、でそこから研究者を本気で目指すようになったっていう、そんな感じです。結構会社員辞めるって大きな決断だったんじゃないですか？うん、
今の自分からは信じられない感じです。よくあんなことしたなって思います、はい、今でも。まあ、私も会社員辞めるときにはみんなに止められましたけども。僕も結構止められました。これから数学の学科やコースを目指そうっていう高校生が、こう今家でできること、あるいはまあ読んでほしい本といったようなアドバイスはありますでしょうか。はい。ですね、ちょっといくつかあるんですが、まあ、大きくまずやってほしいことは3つありまして、はいはい、まず1つは、数学の問題を解くことももちろん大事なんですが、はい、教科書に公式とか載ってますよね。その公式の証明を一度チャレンジしてほしいなっていう気持ちがあります、やっぱり。単に要は教わった公式を使うだけでなくて、その公式がどういうからくりでできてるかっていうのをしっかり理解すること。で、多分、公式の証明とかがきちんと理解できれば、どういう時に公式を使うかっていうのが分かるはずなので、はい、遠回りかもしれないんですが、長い目で見たらそちらの方が、多分理解の早道なんじゃないかなと思います。はい。それがまず一つ。一つ。で、もう二つ目はですね、はい、二つ目。はい。一つの問題をすごく長い時間をかけて解いてほしいなっていうのがあります。で、ちょっと手前味噌になるんですが、数学コンテストというのをですね、実は11月3日に毎年開催してまして、で、その数学コンテストの過去問の問題集が、これ、日本評論社さんから本になって出てるんですね。数学コンテストの過去問、はい、で、これ5時間かけて3問の問題を解いてもらうとかっていうコンテスト形式で、毎年、はい、国内の日本国の本当に全国から中学生、高校生、大学生で教員の方とか社会人の方とかもいろんな方が来られて問題にチャレンジしてっていうコンテストをやってるんですが、はい、これ の, まあ、問題が例えば一つすごくいい、一つの問題を長く時間をかけて、それこそ何日もかけて一つの問題を取り組むっていう経験って高校生の時ってなかなかできないと思うんですよね。そうですね。だから数学が好きな高校生にはぜひそういう経験はやっぱりしてほしいなっていう気持ちはあります。これが二つ目と。はい、はい、あともう一つはちょっと数学とは関係ないかもしれないんですが、三つ目ですね。ですね、よく高校生で自分は文系だから数学はできなくてもとか、自分は理系だから国語はとかって、そういうことをなんかね、おっしゃる高校生の人って結構いいじゃないですか。で、僕も昔塾の先生とかやってたことがあるので、はい、そういう高校生たくさん見てきたんですが、それってやっぱり自分の可能性を狭めることになると思うんですよね。はい、で、多分できることが一つ増えると、多分人生の可能性とか進路がほんの少しだけ広がるんですよ。で、多分その積み重ねですよね。なので食わず嫌いをせずに少しでも多くのなんか知識とか能力を身につけてほしいなっていう気持ちはやっぱりちょっとあります。この3つという、あとはおすすめ本ですね、はい、数学コースの教員が書いた本で、こういう高校数学と大学数学の接点、まさにこの一番今回関心の高い皆さんの、はい、はこういう本があります。ぜひぜひこれも、はい、まさにはいこれを。わかりました。まあ、数学の学科とかコースに行こうという方はもちろん数学好きで得意だと思うんですけれども、まあ、今はね、高校生の皆さんのその数学好きだっていう世界の先、大学に行きますと、まあ、さらに数学って世界の広がりや、まあ、深さというものがあるというのをぜひ、まあ、今日の動画で少しでも感じていただければと。はい、はい、理工学部理学科数学コースにつきまして、鈴木孝雄先生からお話をお伺いしました。先生、本日はどうもありがとうございました。